はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら。はい、出ました。ぼやけてる。はい、ドラゴンボール挑戦士シールウェアハース。はい、そちらの空前絶後のクライマックスということで、今までのね、出てきたシール、そちらを厳選したセレクション版みたいなやつですね。はい、それを購入しましたんでね、開封していきたいと思います。これは全24種ですね。24種にメモリアルレアが7種入っているということで、どんな感じかねまだわからないんですけれども、ワンボックス早速開けていきたいと思います。はい、すでにね上の方カットさせていただきました。一応パッケージの絵柄を見ていきましょう。はい、この3種類ですね、絵柄は。はい、では早速ね1枚目いきたいと思います。いきます、せーの。はいはい、ジレン。でもこのイラストは初めてだね。まあ新規のイラストも入っているという感じですね。はい、ジレン。これは SR スーパーレアだね。はい、こんな感じ。はい、続いて2枚目いきます、せーの。お、これは箱押し来たぞ。しかもこれ新規イラストだね。劇場版の悟空だね。はい、これはエボリューションレアかな。合体人造人間13号編のやつか。はい、箱押しですね。すげえ豪華、かっこいい。うん、いいね。はい、続いて3枚目いきます、せーの。おお、はいはいはい、これはイラストのやつだね。ノーマルプラス、うん、はい、続いて4枚目いきます、せーの。これまたなんだ、ムリチム。ムリチムなんていたっけ。スーパーレア。はい、はい、続いて5枚目いきます、せーの。お、キラキラしている、悟空。スーパーサイジンブルーの海王拳使ってるんですかね。はい、ゴッドレア。トレアの悟空。はい、6枚目、せーの。あー、これもあれだね、ガノス、スーパーレア、うん、あんま印象に残ってないキャラ。はい、7枚目いきます、せーの。お、これまたほのぼのとしたシーンですね。セル編の一旦休むっていうね。はい、ご飯と悟空ノーマルか。はい、続いて8枚目いきます、せーの。あ、これもイラストのやつだね。ノーマルプラス。はい、続いて9枚目いきます、せーの。あー、はいはい、系譜だね。はい、スーパーレア。はい、左目ラスト10枚、10枚目いきます、せーの。お、これまたかっこいいキラキラしたのが来たね。悟空ブラック。
これまたすげえ派手。MR ってなんだっけ。ああ、これがメモリアルレアってやつだね。今まで出たやつのセレクション版ですね。はい。復刻の字。第5位だったんだね。人気投票。人気投票第5位。悟空ブラック。それが白押し違いで出ましたね。かっこいいな。はい、では右側1枚目いきます。せーの。あー、はいはい、トランクスセル編のフルパワー。レア。はい、2枚目いきます。せーの。お、これまたキラキラしている。イラストもキラキラしてるやつだ。いいね。ゴッドレア、その1。このイラストもいいね。はい、では3枚目いきます。せーの。あー、バニラーズ、スーパーレア。はい、では4枚目いきます。せーの。うわ、これまた来た。メモリアルレアだなこれは。はい、いやー、いい、かっこいいわ。ド派手になってる気がすんな。はい、 MR 第2位だね。第2位はベジット。かっこいいわ。はい、はい、続いて5枚目いきます。せーの。あー、ダブったぞ。はい、やっぱりワンボックスでダブリア発生しますね。はい、6枚目。せーの。セルジュニア、セルジュニアがラインナップ。ノーマル。はい、7枚目。せーの。おー、これもベルガモ、スーパーレア。うん、はいはい、8枚目。せーの。お、これも初ですね。リブリア、リブリア、スーパーレア。はいはい、9枚目。せーの。お、これも持ってないぞ。イラストネズですね。はい、ノーマルプラス5点。いよいよボックスラスト、いきます。せーの。あー、これ持ってないぞ。ご飯がすごい髪の毛。はい、これはレア。はい、ということで、ワンボックスにダブリは1枚でしたね。一応19種類出ました。あと24なんで、あと5枚か。はい、はい、もちろんワンボックスじゃないです。ツーボックス買ってます。はい、ということでね、引き続きこれをね開封していきたいと思います。はい、こっからはサドンです。
一個一個開封して梱封した時点で終了ということでいきたいと思います。いつもこんなこと言いながらね、全部開封しちゃうんですけれどもね、揃わず。はい、では行きましょう。2ボックス目、1枚目せーの、あーやっぱりダブルよね。はい、2枚目、せーの、あーダブルよね。はい、3枚目、せーの、あーダブルね。はい、4枚目、せーの、あはー全然持ってないのが出ない。はい、5枚目、せーの、あー持ってるやつやん。エボリューションレアでも持ってるやつ。はい、6枚目、せーの、あー持ってるよ。はい、7枚目、せーの、あー持ってるよね。だんだん持ってんのと持ってないのが分かんなくなってきた。8枚目、せーの、あー持っている。はい、9枚目、せーの、お、これは持ってないぞ。悟空ブルー、後ろにビルス、はい、スーパーレア、はい、2ボックス目、左10枚目、いきます。せーの、あ、これも持ってないぞ。うん、イラストのやつだ。ノーマルプラス、はい、右側1枚目、せーの、あー悟空ブラックか、持ってるな。メモリアル、あーやばい。2枚目いきます。せーの、あー持っている。はい、3枚目、せーの、あー持っている。3枚目、せーの、あ持ってないぞ。ベジータ、進化のベジータの方だね。はい、ゴッドレア、スーパーサイヤ人進化ベジータ、よし。はい、5枚目、せーの、あー持ってる。はい、はい、6枚目、せーの、お持ってないぞ。持ってない、新規だこれは。新規イラスト、悟空とピッコロ、劇場版のやつだね。はい、エボリューションレア、海王拳、7枚目、せーの、あー持っている。8枚目、せーの、あー持っている。はい、9枚目、せーの、これは持っているわかんなくなってきたわ。はい、ついに2ボックス目、ラスト。結局やっぱ全部開けたね。はい、ラスト、せーの、おお来た来た、ブロリー、メモリアルレアのブロリー、第1位だ。これが1位なんだ、ブロリー。このブロリーはあれかな、5000枚限定のやつだったかな。この絵柄は、うん、第9弾アルティメットバトル収録とかで2018年。はい、これが1位の絵柄。はい、ということで2ボックス目、開けましたけどコンプできないですね、やっぱりね。とりあえずちょっと何が出てないのかっていうのを一回ちょっと整理してみましょう。
はい、一応ね今ねちょっといろいろ見たんですけれども、自分が今めくった2ボックスで全部で24種類出ました。はい、まあ、ダブリ抜きでね。でよく見たらここに24種類プラスメモリアル7種なんで結局31種類なんですよ。で24ってことは単純に、7種類まだ出てないと。はい、ちょっと何が出てないのかねもうめんどくさいんでやんないんで、ちょっとこの未開封を見ていただければ分かる通り3ボックス目、はい、3ボックス目実は買ってあるんですね。この時のために絶対2ボックスで揃わないと思ったんでね。はい、では早速サドンデス第2試合、はい、いきます。正しいことのために戦うことは罪ではない。話し合いなど通用しない相手もいるのだ。精神を怒りのまま自由に解放してやれ。気持ちはわかるがもう我慢することはない。ああ持ってる。いやーやられた。ワンボックスまるまるダブりましたね。ああコンプの道長えな男のシリーズ。いやー参った参った。そもそもね、この表紙の、3の悟空が出てねえんだよな。はい。ということで、いやー、散々たる結果でしたね。こんなにめくって、3箱めくってコンプできないっていうね。7種類揃わない。あー、疲れた。ということで、今回は、この辺で、終わりたいと思います。うわショック。まあ、もしねよろしければチャンネル登録あとね高評価いただけるとねもうほんと助かりますね。はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで今回は以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。